シュクリニアルは、スロバキア・バンスカー・ビストリザケンジ・アルなど、フロノム出身のサッカー選手。スロバキア代表、インテルナツヨナーレ・ミラの所属。ポジションは、ディフェンダー。地元クラブでプレーを始め、兄と共に12歳の時に、競合 MK ・ジリナの下部組織に入団した。2012年3月27日の FC バイオン、ズラテモラフツエ戦で17歳49日にして、 プロデビュー。2012年11月23日の FC バイオンズラテーモラフツェ戦で初ゴール。2013年2月 FC バイオンズラテーモラフツェにレンタル移籍。2016年1月29日 UC サンプドリアに4年半契約で移籍。その年の4月24日、ラツヨ戦に途中出場してデビューを果たす。しかし、それからの三ヶ月は 出場機会が得られなかった。2015から16シーズンはリーグ戦、出場3試合と悔しいセリエ A デビューとなった。翌シーズン、サンプドリアの監督を務めるマルコジャンパオロにその才能を評価され、リーグ戦35試合に出場した。2017年7月7日、インテルに5年契約で移籍。インテルは移籍金として2000万ユーロを支払ったほか ジャンルカカプラーリを上渡した。この遺跡金は、スロバキア人としての歴代最高額となった。加入4日後の記者会見では、背番号37が与えられ、スロバキアからイタリアに渡って1年半で、インテルのような偉大なクラブに加入できたのは素晴らしい、ことと語った。2017から18シーズンの開幕戦、フィオレンティーナとの試合でデビュー。 フル出場で3から0の勝利に貢献する。このシーズンは全試合フルタイム出場を果たし、チームの7シーズンぶりとなるチャンピオンズリーグ出場権獲得に大きく貢献した。18から19シーズンも引き続き主力として出場し、チームのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した19から20シーズンは新監督であるコンテが就任し、 序盤はスリーバックの左を務めることが多かったが、これまでのパフォーマンスが見られず、スリーバックの適用に苦しみ、若手の対等していたバストーニにレギュラーを奪われるなど、不本意なシーズンを送り、オフには A、トッテナムなどからの遺跡の噂が絶えなかった。二0から二十一シーズンは本人の希望もあり残留し、序盤は新型コロナウイルスに感染するなどレギュラーではなかったが、 出場する試合でハイパフォーマンスを見せレギュラーを奪い、3シーズンぶりに得点するなど終盤までスリーバックの一角を務め、インテルを11年ぶりのスクレット獲得に貢献した。各世代でスロバキア代表に選ばれている。2016年5月27日の親善試合、ジョージア代表戦で A 代表デビュー。2021年5月。 UEFA ユーロ2023カメンバーに選出されたグループリーグ初戦のポーランド戦で決勝ゴールを決めた。ありがとうございます。